くつろいでいただければと思います。お願いします。本日はゆうきんちゲーム&トークイベント昼の部にお越しいただきありがとうございます。この番組は私たち2人がひたすらおしゃべりをしてゲームで遊んだりおやつを食べたりと自宅にいるかのように自由にしていくプライベートのぞき見バラエティなんですけれども、なんと今回初の単独イベントを開催することができました。やったありがとうございます。ありがとうございます。マジでいい枕。あと皆さんと目線が近いから恥ずかしいんだよねこれね。確かに確かに。あ、近づいて絡むことによって同じ目線。ありがとうございます。あ、目の方もありがとう。不思議な不思議な空間。何これ、え、これだよ。初期、え、これ初期機ない、ここここ、え、これここだよ、見ないとここ、え、それはダメ初期機ない、これこれ、え、あ、これこれ、あゴール行ったら勝ちですよ。知ってますよ。ゴール行ったら分かってないと思われてた。ゴール行ったら勝ちですよ。でも黒勝てると思う。勝てます、勝てると思う。もうもう、あ、行けばあ、行けば勝てるから。ほんと、どれだ、え、あ、行けば勝てるから。まあ、外食派ですね。あ、ありがとうございます。あの昨日もですね、お礼を述べて、五十嵐ひろみさんにそれを外食と言っていいのかっていうあれはあるんですけど、あの生姜焼きをごちそうにしていただきまして、お家で作っていただきまして、だからもうなんかちょっと外食行ってるみたいな外食で食べてる、家の中で食べてるけど、そうね、家の中なんですけど、あの人んちなんでみたいな感じでね、あの人にご飯食べさせてもらってるみたいなもうただの紐男みたいな感じでも五十嵐さんと連絡取ってるとき、いつも今家に松井さんがいるんですよ。やべすご